今日やるのはすみっこ暮らしのカブキャラ。4種類あるから4回やってみるよ。2回目いくよ。いるよ。歯抜けました。突然の報告ですね。昨日歯が抜けました。おめでとう。それじゃあ1個目じゃじゃーん。キラクマ。おー、キラクマ出たね。じゃーん、はい、歯じゃ開けます。はいはい、開いたかな。お、あ、中出てきたよ。風呂敷。あ、風呂敷が入ってるね。2つ目はじゃじゃーん、ペンギンだよ。よし、じゃあ開けます。お、また飛び出たね。中にはタピオカが2人もいる。ほんとだ、タピオカが2人も入ってるね。あー、飛んできたよ。飛んできたよ、タピオカ。タピオカはブルータピオカと黄色いタピオカです。さあ、二つ目までは順調にかぶらずにいけてるよ。三つ目は、じゃん、とんかつ。とんかつ、かぶらなかったね。じゃーん。じゃーん、つむちゃんはトーマスのガチャガチャをしたんだよね。消えます。ん？お菓子みたいに入れてる。おう、とんかつからはエビフライの尻尾が出てきました。どれも思ってたより大きいね、中身は。やったね。うん、さあ、3つ目までかぶらずに来れたけど、最後の4つ目はどうかな。緊張の4つ目。猫です。かぶりません。すごい見事だね。最後の猫の中には、おー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 、雑草がいました。あ、雑草が出てきたね。ん？足がない。足がない。雑草はもともと足ないんだっけ。ある、あるっけ。なのにないのか。カップキャラを開けてみました。全部かぶらなくて本当によかったね。最後にクイズだよ。3番目に出てきたすみっこ暮らしは何だったかな。1、白クマ。2、猫。3、とんかつ。わかったらコメント欄に書いてね。それじゃあみんな、またね。バイバイ。バイバイ。みんなもやってみてね。